おお、にゃーちゃんとはんちゃんと一息です。今日はお、そこに座るにゃにゃそのゲストの椅子がやっぱり好きなようですね。今日は2月20日です。ということは、あさっては2月22日は猫好きの方はもう外せない日ですね。222にゃんにゃんにゃん、猫の日ですね。にゃにゃ、猫の日だよ、猫の日だよ。今日もぐる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 ご機嫌ですが、今日はですね、民主党の政調会長の細野豪志さんがゲストだったんですが、細野さん久々のご出演ということで、にゃにゃとは初対面でしたね。でも本当に猫がお好きなんだなというのがですね、そちら側の画面で映ってない時にもにゃーにゃに探し、にゃーにゃを探していたり、にゃーにゃに話しかけたりしていて伝わってきました。ねえにゃーにゃ、よかったね、話しかけてもらえてね。お、さあ、ということで、にゃんにゃんにゃん猫の日にちなんで、しばらくにゃーにゃをご堪能いただきたいと思います。決して今日のはんちゃんと一息のネタを何も考えていなかったからとか、そういう理由じゃなくですね、そういう理由もちょっとあるのかな、いや、ないはずです。もうにゃーにゃと楽しむ時間にさせていただきたいと思います。あ、ちなみに先週このわーウェブ動画でお話しした花粉症、今日は出ておりません。ただですね、この間アンサーでお天気コーナーを担当している村木さんにと一緒にお天気コーナーを、アンサー代打で入った時にお天気コーナーをやらせていただいた時に、花粉情報をいろいろ聞きますと、やはりこれから3月まで杉花粉ピークを迎えるということですので、そして眼鏡もかなり有効、私も目が痒くなったりするんですけれども、眼鏡もマスクもやはりかなり有効な花粉除けになると伺ったので、今日はそんなに花粉飛んでませんが、これからの時期やはり眼鏡とマスクで花粉対策をしたいと思います。取り留めもない話ですみません。にゃんにゃのこの久々のおもちゃでの遊び、ご堪能いただけましたでしょうか。以上、はんちゃんとにゃーちゃんと一息でした。よっとよっと。